passageway, track 4 or 5. And for Osaka, Abenobashi. さあ、勝原神宮前に勝原神宮に着きましたけども、この駅もまあなんか独特な構造で、ちなみに一応ねターミナルのね、要は標準機がここで終わるわけですけど、実は駅の構造自体はねそのままストンと行けるようなね、パッと見行けるような構造になってるんですね。この先は線路の幅が変わってるんで繋がってないんですけどね。そこに、これが入っていくんですね。で、次に持っていくっていうかあります。ちょっと渡ると。3番ホームは、そうだ。一応3番ホームがストップになってましたね。ギリギリ、結構のところありましたね。おお、よかったよかった。ってことはここもね、やっぱターミナルってことでね。じゃあ、さっしっかり押さえましたよ。本当に何の旅やこれ。あとじゃあ、ああいうね、ポス車両とかね、ああいうのをね、しっかりとね、やったところ、いや、そういうのはね、ちゃんとしたところがやることでしょうから。うちはそんなちゃんとしてませんからね。さあ、ちなみにこれね、ずーっと渡っていくと、この南大阪市の吉野線の方に来ると、こっちはそっちで出入り口があるんですけども、ここに目を向けて、ここポイントなんですけど、ここはそうか、おさび外しなんや。あ、そうなんや。俺ずっと柿の葉やと思って食ってる場合って確かにね、すっきりしてますよ。ちょっとやかかせてきてみましょうか。あ、すみません、今のすいません。鮭と、はい、うなぎ、です。はい、ありがとうございます。589のおかげでございます。ちょっと、まあまあいい時間になりますね。ってことで、鮭と両方ね、食べ比べると、まあ、これくらい食えますからね。言うたら、サンドイッチいくらくしか食ってませんからね。朝の日を切る。で、あ、外周の方を行けない。次に来る47分のとこれか。11時。これですね、11時40。まあ、言うて5分しか経ってなかったですね。47分発の。アーパダイレットマークに行ってますけど、ちょっと曲がってて S なんですね。5番乗りばかりやで、こっちで合ってますね。これは大津特急ですね。どんなサイズが来るんでしょうね。雪の構造的には向こうにはうっすらと見えますよね。線路の方がちょっと細いの分かりますかね。なんかまだの方が悪いそうですけどね。特急これはこれからレトロなんですね。結構も普通までなんですよね。そうですね。結構もじゃあ格別車ですね。ここですけど飲み物買ってますと飲み気にしましたからね。ここは1個か対応ちゃうとか、アミノバリを飛ばすね。よーっと待って、アミノバリにそこかな。これからまた体力を使うでしょうかね。特急には乗客のほかに特急券が必要です。特急券、指定番号の席にお座りください。電車の番号は後ろの車両から1号車、2号車の順です。ご用意ください。医療編成なんですね。これどっかに乗りましたか。2個です。
でも喫煙ルームあるんですね。このスペースすごい広い。何見たって、飲み物ちょっと大事故で買いましたらね、あんな感じで、ね、多分ね、そこそこあることにもなるでしょうからね。さあ扉が閉まります、ご注意ください。Thank you.